タケラジ公式アプリズームタケラの Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法がわかります。詳細は概要欄から。タケダ塾チャンネル。皆さんこんにちは。タケダ塾教務の高田です。教務の矢上です。前回の動画で、お買い得大学を話そうということをやりました、はい、その続きを取りたいんですけど、はい、まあ、お買い得大学っていうのは、はい、まあ、偏差値の割に、はい、こう魅力がめっちゃある大学みたいな、はい、そういうのをテーマにちょっと僕らざっくばらんに僕らの知ってる範囲で、はい、そうですね、自由に話そうかなと思って、はい、もし何か皆さん参考になれば嬉しいなと思って話していきたいなと思ってます、うん、はいはい、今回あの前回私立を話しましたんで、はいはい、今回国公立を話そうと思うんですけども、はい、僕からいいですか。どうぞ。僕ですねおすすめしたいのは、うん、はい、大阪市立大学なんですよ。関西の方では一大と呼ばれ方をするんですけども、はい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 、何がいいかっていうと、はい、まず経済系がめちゃくちゃ強いです。三商大と呼ばれる国公立大学があるんですよ、はい、あの経済系とか経営系、うん、商学部系で強い大学のことをまとめた3つの総称なんですけども、はい、一橋大学、うん、神戸大学、うん、大阪市立大学、この3つの大学をまとめて三商大って言って、はいはい、まあ、三商大での交流とかゼミっていうのが行われたりするんですね、はい、そうなんですね。だから大阪市立大学っていうとその3つの中でいうと比較的偏差値的には低い大学になるんですが、はい、神戸大学の経営系のゼミと、はい、一橋大学の経営系のゼミと、はい、大阪市立大学のゼミとで、はい、合同で、はい、なんか合宿に行ったり、はい、そう研究をしたりとかっていうのがあったりするんで、はい、なんかこうそこに混ざれるのってすごいじゃないですか、はいはい、歴史ある経済系経営系の強い大学って意味で推せるなと、はい、思ってます。なるほどですね、はいはい。であともう一個いいですか、はい、なんか僕関西からなんですけど、うん、滋賀大学ですね。滋賀大学で特に経済学部ですね、はいはい、でこの滋賀大学の経済学部も、はい、結構そのデータ系、すごい専門的な教授の先生がいたりとか、はい、学問というのはすごく進んでる大学と言われてます、はい、でそして魅力はやっぱ3教科で受けられるということですね、はい、英国社3教科で受けられるんで、うん、関関同立第一志望だけど、うん、併願で国公立の滋賀大も受けるとか、逆に金銭的に私立は絶対無理なんだけど、はい、でも3教科しか勉強したくない国公立絶対行きたいっていう人が滋賀大受けれたりとか、はい、まあ、すごくこう受験しやすい大学、うん、その分ボーダー高いですよ3教科で受ける分、はい、ただ3教科で受けれる国公立っていうのは、はい、まあ、非常に魅力的かなと思います、うん、高田先生ならではの、はい、大学選びですね。そうですね、はい、まあ、僕の方からじゃあ2つ挙げたいと思います。いいですか、お願いします、はい、僕の方は北海道大学と琉球大学ですね。北大ですね、はい、まあ、あの駅から近いあのキャンパスで、まあ、やっぱり北海道というところでまあ魅力もありますね、はい、まあ、自然豊かで、まあ、食べ物も美味しいですし、はい、まあ、人も優しいし、はい、まあ、四季折々で、ね、いろいろ楽しめると思います、はい、やっぱりその旧帝大という名の付く大学なんですが、まあ、その中では比較的入りやすいかなと、うん、まあ、東大とか一橋とかの人がまあその後期で、ね、受けたりとかっても結構あると思いますし、はい、まあ、その中では結構北海道大学、まあ、お買い得なんじゃないかなと思ってます。で、まあ、あと問題のレベルもこうすごく標準的で、はい、なんかこう参考書で勉強したことが活かせやすいっていう部分もありますよね、うん、でもう一方で、まあ琉球大学ですね、まあ、全国の国公立大学の中で、まあ、高くはないんですけども、ただ、沖縄県の中では、まあ、トップですので、はいはい、まあ、結構ねあの沖縄の中ではすごいいい思いができるかなと思います、うんうん、琉球大学って結構、はい、その環境系の研究で進んでたりしますよね、はいはい、だから理系でこう、うん、生物関係学びたいとか環境 の、うんうん、あの関係の勉強したいって人は琉球大学を志望する人多いです、はい、そうですね、沖縄の周りの生態系を、まあ、その生でね学ぶことができるというのもかなり強みなんじゃないかなと思います、はい、僕矢上先生と完全同意で、はいはい、琉球大学すごく推したいんですけど、うん、例えばまあ偏差値的に似てる地方大学っていくつもあったりするじゃないですか、はい、特にまあ地方の方で、うんうん、で例えば都心の子とか関西の子が、はい、同じ地方行くんであれば、うんうん、思い切って琉球大行った方が、うんうん、あの大学生活楽しめるんじゃないかなって僕は思うんですよね。そうですね、はい、まあ、ちょっと僕正直あの地元茨城大学って言うんですけど、はいはい、茨城大学行くよりも琉球大学行った方が楽しいんじゃないかなと価値観が広がるんで、うん、いいかなと思いますね。そうですね、はい、貴重な4年間ですし、うん、はいはい、でこれまあ僕ら知ってる限りの情報でお話しさせてもらってます、うん、そうですね、で全国の大学いろんな最新情報をネットとかで公開してたりするんで、うん、ぜひ皆さん、あ、こんないい大学あったんだみたいな、お買い得だなみたいな大学をちょっとぜひ自分で調べてもらえたら嬉しいです。周りのみんなが目指してるからこの大学目指すっていうのは僕おかしいと思ってて、うんうん、やっぱり自分なりにいろいろ大学の情報とか調べてみる中でこの大学が自分に合うんじゃないかっていうのを見つけてほしいなと思ってるんですね。で今回僕らの話、僕らの知識の中で話してますけど、それが一つ大学探しの、ね、きっかけになれば嬉しいなと思ってるんで、この動画見て、あ、こんな大学あるんだ、じゃあ自分も調べてみようって思った方はぜひ、大学のこと、いろいろネットで調べてみてください。今回は以上です。先日私高田が武田塾札幌校へ行ってきました。
札幌校の渡辺先生、とても素敵な先生でしたし、教室の雰囲気もとても良かったです。札幌校の紹介動画上がってますので、ぜひ皆さんご覧ください。